久しぶりだな、エブ。こんなところで会えるなんて思ってなかったよ。ブラックワールド。俺の名は山口。つい最近まで刑務所に入っていた。刑務所に入っていた理由は暴行罪。以前キャバクラで情に対して暴行を働いてしまったのだ。やっとシャバに出れたはいいけど、仕事もクビになって日雇い労働くらいしかできなくなっちまった。こうなったのも全部イブ、リサみたいなキャバ嬢のせいだ。俺はこれまでに二度キャバ嬢に人生をむちゃくちゃにされている。一度目はイブ、二度目はリサ。こいつらのせいで俺の人生はむちゃくちゃに。くそ。よかったね、あんた。これからはまっとうな人生を送るんだよ。刑務所から出てきた俺に対し、母親はそんなことを言ってきた。はあ？俺はもともとまっとうだっつうの。まっとうじゃないのはキャバ嬢の方。あんな奴らのせいで俺の人生が壊されるなんて納得いかねえ。俺は繁華街に行って、まずイブがいた店に向かった。もちろん目的は復讐だ。しかしイブはすでに他店に移動になったらしい。あいつめ、タイミングよく逃げ上がって。このままでは俺の気が済まないので、次にリサがいた店にも行ってみたのだが、リサは金が貯まって夢を追いかけるために仕事を辞めたのだとか。くそ、どいつもこいつも俺が怖いんだな。だから逃げるように仕事を辞めてやがるんだろう。俺はどうしてもキャバ嬢に復讐がしたくて、適当に入った店で着いたキャバ嬢を徹底的に罵倒した。前はリサに罵倒した結果警察を呼ばれる羽目になったからな。今回は適度に罵倒したらそそくさと退店することにしてやる。これで俺はノーリスクでキャバ嬢を罵倒できるってわけだ。何度かキャバクラに通って適当なキャバ嬢を罵倒していると、ある日。失礼ですが、お客様は当店の利用はお断りさせていただきます。はあ、なんでだよ。客を選ぶのか。何度か当店の女の子にひどい暴言をぶつけたことがありますね。女の子たちの安全のために出入りを禁止させていただきます。いつの間にか俺は各店舗から出禁されるようになっていた。そりゃ確かに罵倒しまくってたらいつかはそんなことになるのかもしれないが、しかしこれじゃあ俺のストレス発散ができねえ。くそ、キャバクラ、キャバ嬢、罵倒。俺の頭の中はキャバ嬢を罵倒することでいっぱいになっていた。ある意味これもキャバクラにはまっていると言っていいのかもしれない。近くのキャバクラは軒並み出禁になっちまった。ちょっと遠くまで行ってそこのキャバ嬢たちを罵倒してやることにしよう。そう思い立って立ち寄ったキャバクラで俺はあいつと勝負した。いらっしゃいま。え、イブ。なんと過去に俺を借金まみれにしたクソキャバ嬢イブと再会した。こいつこんな遠くのキャバクラに行ってやがったのか。久しぶりだな、イブ。こんなところで会えるなんて思ってなかったよ。どうした？俺が怖いのか？客なんだからちゃんと相手しろよ。ごめんなさい、山口さん。私にもね、事情があったのよ。そうやってお涙頂戴の展開にして俺をおとなしくさせようってつもりなんだろうが、そうはいかない。俺はお前に散々騙されたからな。お前の手口はとっくに分かってるんだよ。もう騙されないぞ。そんなこと言わないで。それに大声を出したら他のお客さんに迷惑だし、スタッフも見てるわよ。ちっ、まあいいや。とりあえず俺今後この店に来てお前に嫌がらせしてやるからよ。覚悟しておけよ。待って、本当に事情があるの聞いて。私ね、もうすぐ寿命が来るの。は？ガンが見つかったみたいでね、この仕事ももう続けられなくなる。そんな若さでガンなんてなるわけないだろ。だと思うでしょ。だからわざわざそんな嘘っぽい嘘つくと思う？本当のことなの？なんだそれ。じゃあもうすぐあの世に行くから優しくしろってのか？そんなこと言ってない。でももうすぐあっちの世界に行っちゃうんだから、せめて生きているうちは楽しい思いをさせてほしいの。
それじゃダメ。こんなに憎んでいても、俺は一度イブにガチ恋したみ。そんなことを言われてしまっては何も言えなくなる。わかった。それじゃお前が仕事を辞めるまでの間だ。それまでは優しくしてやる。ありがとう山口さん。どうせ仕事を辞めるまでの間だ。焦ることはない。それまでは俺も普通のキャバクラの楽しみ方をさせてもらおう。そう思って俺は頻繁にイブがいるキャバクラに通った。いつの間にかイブに対する憎しみはなくなっていて、俺はイブにまた恋をしていた。ほらイブ、今日も来てやったぞ。嬉しい山口さん。お前いつになったら入院するんだ。もう1ヶ月通ってるんだぞ。それが手術には莫大なお金が必要だから、まだお金が貯まりきってなくて。なんだよそれ。俺はお前が仕事を辞めてから嫌がらせしようと思ってるのによ。ごめんね山口さん。ああもう、じゃあこの金。え、山口さん。50万ある。お前のために持ってきた。手術代の足しにしろ。これで足りなきゃもう知らねえ。ありがとう山口さん。やれやれ、俺はどうやらやっぱりイブが一番好きみたいだ。こうやって優しくしちまうんだからよ。まあこれで治ったら俺への礼で付き合ってくれるかもしれないし、ここは恩を売っておくに越したことはないしな。それからさらに1ヶ月が過ぎた。イブはあのキャバクラからいなくなったみたいだ。手術して入院しているのだと思う。しかしそれからもう1ヶ月経ってもイブが現れることはなかった。この店イブちゃんって子がいたと思うんですけど、あの子手術は成功したんですか？さすがに気になった俺はスタッフに聞いてみた。手術？何の話してるんですか？え？だってイブ手術があるって言ってたんですけど。何言ってるんですか。イブちゃんは貯金ができたからしばらく旅行してくるって言ってましたよ。あとそのタイミングでこの店も辞めたんです。はあ旅行？それに辞めた？今頃気づいた。俺騙されたんだ。なんてこった。一度ならず二度もイブに騙されるなんて、俺はなんて間抜けなんだ。ちょっと大丈夫ですか？目の前が真っ暗になって、俺はせっかく稼いだ50万を失った悲しみに暮れた。しめしめ、あのバカ、こんな若くて健康的な生活してる私が本当にガンになるとでも思ってんのかしら。一度ガチ恋した男って適当に話をでっち上げれば勝手に感動してお金くれるから楽だわ。俺の名前は高一、大企業に勤める普通の会社員だ。お疲れ様です。おお、お疲れ。毎日会社と家の往復で特に趣味はなし。金はどんどん貯まるけど楽しいことなんてない人生を送っていた。出世欲もなく熱中できることもない俺は毎日退屈だった。そんなある日のこと。はい、こいち。お、なんだよ。たまには付き合えよ。いつも付き合い悪いんだから。まあいいけど。あまり気乗りしないまま飲みに誘われ、俺は半ば無理やりキャバクラに連れて行かれた。なんでよりによってキャバクラなんだよ。お前は遊びを知らなさすぎるんだよ。少しは遊び覚えて息抜きの方法を覚えろ。仕事ばっかりだと息が詰まるぞ。そういうもんか。同僚にそう言われ、俺は初めてキャバクラという場所に行った。いらっしゃい、お客さん若いね。そうでしょ、まだ20代だからね。キャバクラという場所は落ち着かない。女性が露出の高い服を着てすぐそばに座って話しかけてくるなんて、女性経験の少ない俺にとっては緊張してしまう。初めてということもあり、人気の嬢から新人の嬢まで様々なキャバ嬢がついてくれた。最初はあまり気乗りしなかったが、一人気になる嬢を見つけた。お兄さん、なんかあんまり楽しそうじゃないね。いや、こういうところに慣れてなくて。そうなんだ。この夏希という女の子は最近入った新人らしいのだが、あまり人気がないらしい。その理由はこの態度だ。ストレートに客に物を言ってしまうので、あまり人気が出ず苦労しているらしい。私キャバ嬢向いてないのかな。
そうかな。話題も多いし向いてると思うけど。でも人気ないし、でもあんまり客にこびる姿勢とか見せたくないんだよね。俺はそのままでいいと思うけどな。その方が話しやすいし、そういうお客さんもいるんじゃないか。そう？ありがとうね。俺は夏希とは普通に話すことができ、初めてのキャバクラを楽しむことができた。というか、夏希の話しやすさに惹かれていたのかもしれない。どうだった？楽しかったろ？ああ、結構楽しかった。だろ？また一緒に行こうぜ。ああ。キャバクラでの楽しみを知り、俺はその後も同僚と一緒にたまにキャバクラに行くようになった。あ、光一、また指名してくれてありがとう。まあ、他に指名したい人もいないし。光一のおかげで店で売り上げ出せるようになったよ。ありがとうね。そう言ってもらえると来てる甲斐があるよ。キャバクラに行くのにも慣れ、俺は一人でもキャバクラに行くようになった。特に使いどころのなかった貯金があったので、お金には困らなかった。私夢があってさ。へえ、そのためにキャバクラで働いてるの？うん、いつか自分のアパレルショップを経営するのが夢なの。そのためにはお金がいるから頑張ってるんだ。そうだったのか。光一が来てくれるおかげで指名も増えたから一歩前進って感じだよ。ありがとう。力になれているなら嬉しいよ。これからも応援するよ。ありがとう。やっぱ光一はいいやつだね。俺は夏希の夢を応援したくて、その後もキャバクラに通った。自分に夢がないせいか、夢を持って頑張る夏希がキラキラして見えた。なあ、お前最近キャバクラ通ってるんだろ？なあ、まあな。結構いい息抜きになってるよ。ほどほどにしておけよ。あんまり深入りしてハマると大変だからな。わかってるよ。同僚にそう注意されたが、俺は自分がそんな失敗をするなんて思っていなかった。キャバクラに行きたくて借金をしているわけでもないし、自分の稼いだ金で遊んでるだけなので問題ないだろうと思っていた。今日はシャンパンを頼むよ。え、マジで？いいの？高いよ。大丈夫、ボーナス出たから。マジ？ありがとう。さすが光一。これで君の夢の足しになるなら安いもんだよ。光一は手も出してこないし、私の応援してくれるから本当に感謝してるよ。当たり前だろ。絶対に夏希に手なんか出さないよ。本当？約束だよ。ああ、夏希からも信頼され、俺は夏希の仕事での相談にも乗るようになり、同伴出勤やメールなどもするようになった。そしてついに夏希はキャバクラでナンバーワンになった。ナンバーワンだよ。ありがとう光一。やったな。これからも応援するよ。そんなある日やっちまった俺は体調を崩してしまった。それまで毎日のようにキャバクラに通っていたので、夏希にも心配されメールが来た。内容は俺に会えなくて寂しいというような内容だった。夏希ってもしかして俺のことを？そんなメールをもらったり、普段の夏希の態度から俺は夏希から好かれているのではないかと思うようになった。そして体調が回復し、俺はキャバクラに向かった。しかしそこで俺はショックな状況を見てしまった。なんと夏希がこわもての男と楽しそうにしていたのだ。なんで？夏希は俺のおかげで。俺は初めて夏希に嫉妬心を抱いた。翌日、俺はそのことを夏希に問いただし、自分以外にあんな風にニコニコするなと言った。しかし。はあ、仕事なんだから愛想くらいは振りまくわよ。なんだと？それに私と光一は客と女王の関係でしょ。な、ふざけるな。俺は夏希にはっきりとそう言われて店で逆上してしまった。誰のおかげでトップに立てたと思ってるんだとかいろいろ言った気がしたが、気がつくと俺は店を追い出され、店を出禁になってしまった。なんで？夏希は俺のことが好きなはずなのに。いや、恥ずかしがってるだけだ。こんな簡単に俺たちの愛が終わるはずがない。そう思った俺は夏希にメッセージやポエムを送りまくった。しかし返信は一切なく、店にも入れない。困った俺はどうにかして夏希に会えないかと考え、ついには、あ、出てきた。俺は店から出てきた夏希をつけて家を突き止めることにした。縄を用意し、やっと夏希と落ち着いて話ができると考えていた。あ、あそこか。そしてやっと自宅を突き止め、
俺は縄を持って夏希の家に突入しようとした。しかし引っかかったな。な、お前誰だ。夏希の彼氏だよ。夏希がストーカーに悩んでるって聞いて、夏希の帰り時間に離れて護衛してたんだよ。ストーキングなんて最低よ。夏希、なんで、しかも彼氏って。いいお客さんだと思ってたのに悪いけど、私はもうあの店を辞めて夢だったアパレルショップの経営をすることになったの。だからもうあの店に行っても意味ないわよ。そんな、でもそんな金どこから。ゆうたろうが援助してくれたの。本当ならあんたにも感謝したかったんだけど、残念ね。さて、あとはお前のこれまでの迷惑なストーカー行為についてだが、お前の貯金全額を慰謝料として支払えば警察沙汰にはしないでやる。警察？それだけは。じゃあ今すぐ貯金全額支払え。俺は警察に言われるよりかはマシかと思い、貯金を全額下ろして雄太郎に渡した。しかし確かに。じゃああとは警察に任せろわ。ちょっと待て、全額渡したら警察には言わないって、約束が違う。最初に手を出さないって約束を破ったのはそっちでしょ。そんな。その後俺は警察にストーカー行為で逮捕されてしまった。会社にも知られて俺は会社にいられなくなり、貯金も全て失ってしまった。なんでこんなことに。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。